希望、願望、将来の夢、皆さんにもそれぞれの理想の未来像があると思います。でも思い通りに行くわけないよなと、ちょっと消極的な気持ちになることもあるんじゃないでしょうか。今日は皆さんの叶えたい夢や希望、開きたい未来を実現する秘訣をお届けします。題して心の力が未来を決める。実は希望の未来を叶えるための鍵は私たちの心の力にあるんです。ではその心の力ってどんなものなんでしょうか。幸福の科学、大川隆法総裁の書籍成功の法には次のようにあります。多くの人々はまだまだ本当の想念の威力というものを知らないままに生きているようです。人間の想念というものは実は非常に大きな力を持っているのです。それはまさしく物理的な力を有していると言ってもよいかもしれません。この想念の力というものを説明するならば、まさしく設計という言葉にあたるかもしれません。家を建てるときには設計図が必要です。設計図なくして家が建つということはありません。それと同じように想念というものはその人の人生を作っていくための設計図の役割を果たしているのです。心は物理的な力を持っていて人生の設計図のようなものであるということでした。つまり心の中にどんなビジョンを描くかによって人生は変わっていくということです。もし家を建てるとなったらどんな間取りにするとかどんな外観にするか真剣に考えますよね。皆さんはどんな人生の設計図を心の中に描いているでしょうか。ひょっとしたらそこまでは考えていなかったと戸惑ってしまっている人もいるかもしれません。この心の力を使って人生を希望通りのものに変えていく秘訣をさらに学んでいきたいと思います。書籍リーダーに送る必勝の戦略には次のように説かれています。目標を設定した後はビジュアライゼーション、視覚化によって目標が達成されている姿をありありと心の中に描くことです。1年後にその目標が達成されている姿、あるいは10年後にその目標が達成されている姿をありありと心の中に描かなければいけないのです。その結果を心の深いところに何度も何度も刻印していくことです。そのように明確に未来を設定すると、この世の現象界は設定された未来の目標に向かって進んでいくのです。目標が達成された様子をありありと描く。未来を明確に設定すると現実はそこに近づいていくとありました。未来はどうなるかわからない、
願望が叶う確率はそうだな 50% か 60% くらいかななどと思っているうちは、心の中の設計図がまだはっきりとしていないのかもしれません。屋根の色と素材までは決めたけど、そういえば柱の本数や太さはまだ決めていなかったといったことがまだまだ残っているかもしれません。ビジョンを明確にするという作業は楽しいと思います。目標が達成したときは何歳くらいだろうか、どんな場所にいて誰と一緒にいるか、その頃はもしかしたら身の回りの人もいろいろと変わってきているかもしれない。そんな風に考えたらちょっとワクワクしてきませんか。大切なのは明確にありありと描くということです。これが心の力を使って理想の未来を実現するための秘訣だということなんです。さらに秘訣を学んでいきましょう。書籍幸福の法には次のように説かれています。思いというものは、良い思いであろうが悪い思いであろうが、やはり実現してきます。これは霊界の真実です。この世においては三次元的な妨げにより、それが多少鈍る面はあります。他人がいろいろ介在してきたりするため、なかなかストレートにはいかないことがあるのです。しかし長期的な意味において、10年、20年、30年と時が経てば、人の思いは必ず実現してきます。思いはストレートにいかないことがあるが、長期的には必ず実現してくるということでした。つまりビジョンを明確にありありと描いたら、それを描き続けること、それが大事だということです。良い思いも悪い思いも実現していくということですから、できるだけ否定的な思いや不幸や失敗を心に描かずに、明るく積極的な思いを持ち続ける努力が必要ですよね。またどうやって思いを持続させるかということは一つの課題でしょう。これは本当に難しいことです。でもやはりポイントになるのは諦めないことです。たとえ思い通りに人生が開けないことがあっても、自分を信じて積極的なビジョンを描き続けること、くじけそうな時にどうやって自分を励まして自家発電するか、これもポイントかもしれません。成功の方には最低3年間同じことを思い続けていれば、その途中で多少形が変わることはあっても何らかの実現ということはあり得る。そして長い目で見れば10年間一つのことを思い続けてそれが実現しないということは少ないという一節があります。一つの目安にしてください。ここまで心の力が未来を決めると題してお送りしてきました。思いを実現するためにはビジョンをありありと描く、良い思いを持続させるということがポイントでした。でももしかしたら自分はずっと思い続けているけれど、なかなか実現しないんだよ
という人もいるかもしれません。書籍 Think Big には次のように説かれています。私は人間は自分が考えている通りの存在になるということを繰り返し述べています。しかし私は考え続けたけれども全然そうなれませんでしたという人は大勢います。心の中で思ったことは外に態度や行動として現れなくてはいけません。また自己の PR にも出てこなくてはいけません。これを忘れている人が多いのです。考えているつもりだけではダメです。考えていることについて何か一歩を踏み出さなくてはいけません。態度で示す、言葉で示す、行動で示す、外見で示すなど、いろいろな形で自分の考えていることを外側に打ち出していくことが必要です。そしてそれを打ち出すことを恐れていてはいけないのです。心の中で思っているだけでは足りない。実際に行動に移さなければ実現してこないとありました。やるぞ、目指すぞと言いつつも最初の一歩を忘れているってありますよね。でも強い思いがあるからこそ行動や外見に現れてくるものです。行動や外見に現れていなかったらそれだけ思いがまだ明確ではないとも言えるでしょう。せっかく描いたことをどれだけ実行できているか、ここも時々点検してみましょう。心の力が未来を決めると題してお送りしてきました。心は物理的な力を持っている、未来の設計図だということが出発点になります。そして自分の未来の姿、成功した姿をありありと描くこと、それを持続しつつ一歩を踏み出すこと、私たちはそうやって自分の未来を自分自身で決めていくことができるんです。ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。私も若い頃に20代に、その心の力の秘密はやっぱり、体得したというかマスターしたことがすっごく大きかったです。だから心の中で本当に思ったことをありありと思い描いてこう実現しようと思うと現実にそのようになってくるっていうのを知ったというか、悟ったというか、掴んだということが非常に大きかったですね。人はそれをですね、固定することはできない。その考え方をぐっと握ることができないために現実化することはできないでいることが多いんですね。だからもしあなたが何かの事業を始めようと、あるいは何かのアイデアを実現しようと強く思い続けていったら、それを発信し続けてる、これ必ずキャッチする人がいるんです。そのキャッチする人が、あなたのビジネスの相手だったり、あるいは協力者だったりいろいろするわけですね。あるいはあなたの芸術的な仕事を助けてくれる人だったり
するわけですね。だから心の世界においては本当に一瞬で通じること、今さまざまな現象で見せてますけども、これが瞑想や祈りの世界で現実に起きていることです。ただ瞑想中はこれはどちらというと受け取る方ですけども、世界中のいろんな人の念波もありますけども、国府の科学の中の指導霊団、あるいはあなたに特別関係のある人の思いとかがこう入ってきますね。これパッシブ受け身の感じですけども、これもアイデアの一つとして大きなものです。それから祈りというのもありますけれども、こう祈りというのは積極的な行為ですが、これは自分の方から発信する行為ですね。だから私のやってるのと同じように、皆さんが祈っても数秒で全世界駆け巡るんです。インターネットだけじゃないんです。そういう風になるのは思いもやっぱり世界中駆け巡っているんです。私が発信している思いは、日本でやっててもアメリカだろうがオーストラリアだろうがアフリカだろうがヨーロッパだろうが、この思いは発信されてて、どこの誰がキャッチしてるか分からないけども、必ず誰かに届いてるんです。そしてその人がしばらくすると活動に参加してきて協力者になって出てくるんですね。お聞きいただいた説法は小冊子ヤングブッダ106号に収められています。映画神秘の宝の中でも心の力というものがどれだけすごいかということも描かれているんです。どうしても現実的になって自分を限定したり、不可能だ無理だと思ってしまう、そんな癖がついている人は、ぜひ今日お届けした仏法真理を何度も思い出してください。私も心の力をもっと信じて、心の力をもっと使って、力強い未来を作っていきたいと思います。天使のモーニングコール、先月後半2週にわたってお送りした幸福の科学大川隆法総裁の講演、新しき繁栄の時代へ。日本を取り巻くさまざまな政治的環境も激変している。乱気流の中を生き延びていけるのは、荒々しく自分の頭で考え、汗を流して歯を食いしばって努力してきた人のみだ。国や社会による補助や保護が手厚くなる中、大川総裁が発信された努力によって道を切り開いてゆけというメッセージに、目の覚めるような思いをした方もいらっしゃると思います。人間はともすれば人生をうまく要領よく切り抜けていきたいと思うもの、そうした立ち回りを賢いとする今流行りの考え方もあります。でもそうした幸福は決して長くは続きません。なぜなら神の願う姿ではないからです。やはり自らが努力して得た小さな成功を元手に、それを少しずつ大きな成功へと変えていくというのが繁栄の王道と言えるでしょう。今日の天使のモーニングコールは、幸福をつかむためのマインドセットと題して、鋼鉄の法を傍らに置いてお届けします。ではまず最初に、とても大事なことを第一章、繁栄を招くための考え方からお読みします。成功するための心の在り方というか、心構えが非常に大事です。この心構えのところが繁栄を招くための考え方になるわけです。
どういうメンタルアティテュード、精神態度、あるいはマインドセット、気持ちの持ち方を持つかということが、実際には成功者になるかどうかを決めるのです。もしあなたと同じ状況下で、あなたより幸福になる人、成功する人がいると言われたら、どう思いますか？実際似た境遇にあって不幸になっていく人、幸福になっていく人がいます。この違いはどこにあるかというと、マインドセットと言われるもの、考え方の枠組み、気持ちの持ち方のことです。人生の幸不幸は、他の誰かや環境の良し悪しによって決まるものではありません。実は自分自身がどんな精神態度、マインドセットを持つかで決まります。どんな境遇にあっても、自らの心構え、マインドセットを正しく築けていれば、再び成功へと向かっていけるということです。これは皆さんが幸福になるための心の土台として、とっても重要なことなんです。この学びを深める上で、以前番組でもご紹介したことのある詩編、心の指針、幸福のしっぽから、こんな例え話をご紹介します。子猫がくるくると自分の尻尾を追いかけている。見かねた年取った猫が、坊やどうしたの？と尋ねた。子猫は答えた。猫にとって一番大事なのは幸せで、その幸せは僕の尻尾だと気づいたんだ。だから尻尾を捕まえたいんだ。そうしたら僕はきっと幸せになれるから。大きな猫は言った。私も若い頃は同じことを考えたわ。でも悟ったの。尻尾は追いかけると決まって逃げていく。でも自分のやるべきことをやっていると、尻尾は私がどこへ行っても必ずついてくるものなんだよ。心の指針、幸福の尻尾の一部でした。大川総裁書き下ろしの詩編です。自分にとっての幸福は尻尾なのだと気づいた子猫、その尻尾を何とかして捕まえてやろうと追いかける。けれどもくるくる回るだけで、どうしても尻尾を捕まえられない。年取った猫が、諦めて自分のやるべきことをやって、とことことまっすぐ歩いていけば、尻尾は後ろからついてくるものなのだよと教えた。可愛らしい例えの中に人生の知恵が詰まっています。鋼鉄の法にはこのようにあります。幸福というものは、本来は自分の中にあって、自分に付属しており、すでに持っているものだけれども、掴もうとすると掴めない。しかし掴もうと思わずに、ごく当たり前の生き方、すなわち
当たり前に勉強し、当たり前に仕事をし、当たり前に行動し、当たり前に考えて、やるべきことを普通にやっていると気がつけば自分についてきている。幸福とはそういうものなのです。先ほどの子猫と同じように、私たちも幸福という名の尻尾を追いかけてしまいがちです。でもその尻尾は本当は私たちがすでに持っていて、掴もうとしても掴めないもの。掴もうとするのではなく、当たり前にやるべきことをやっていれば自然と尻尾はついてくるのだということ。この逆説は人生のすべてにおいて展開できる考え方ではないでしょうか。これがどこからでも幸福をつかんでいけるマインドセットの一つと言えるのかもしれません。それではここで大川隆法総裁の説法、幸福への道をお聞きください。2010年ブラジルで説かれた力強い説法です。皆さん自身の幸福を決めるのは他の人じゃないんだということをどうか知っていただきたいんです。自分が幸福であるか不幸であるかを決めるのはあくまでも自分自身であるんだということを知っていただきたい。いずれの宗教においてもですね、神が人間を作られたというふうな考え方があるはずなんですね。ですから神が人間を作られたということは、神の一部が人間の中に宿っているという事実は動かすことはできないということです。で、神とは何であるか。神とは光です。神は光そのものです。光のその一部があなた方に宿っているのであるならば、あなた方はもっと自分自身に自信を持たねばならないんです。本来のあなた方はもっともっと力強い存在なんです。もっともっと可能性に満ちた存在なんです。もっともっと自分自身を変えていく力を持っているんです。自分自身が幸福になろうと思ったら、実は幸福にはなれないんです。自分自身が幸福になろうとするのではなくて、世の人々を幸福にしようという強い願いを持って生きること、他の人々に愛を与えて生きんとすること、その道の中にあなた方の幸福が開けていくんです。お聞きいただいた説法は大川隆法総裁の書籍真実への目覚めに収められています。宇宙の創生、人類の創造、人間の魂と心、本当の愛、幸福、繁栄、すべての疑問の答えがここに説かれています。混沌とした時代だからこそ、正しい宗教に考えるよすがを求めてほしい、そう強く願いながらいつもこの番組をお届けしています。信仰は人間にとって本当に必要なものです。天使のモーニングコール、この時間はオンザソファーです。スタジオには歌手のコウタさんに入っていただきました。いや、久しぶりですよね。お久しぶりです、実はコウタさんは香港革命を応援する曲を作りました。
ということでお呼びしたんですけれども、はい、そのいきさつをちょっとまず教えてほしいなと思います。はい、昨年のですね9月から、作り始めて、で発表したのが11月だったんですけれども、はい、ちょうど昨年の8月9月10月、うん、香港のその逃亡犯条例にあの巡ってのその大規模なデモから始まって、はい、日に日にどん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 こうひどくなっていく、うん、暴力だったり、はい、その頭をこう殴られる動画が拡散されたりとか、1000人以上逮捕とか、毎日毎日が一体どうなっていくんだっていうような状況で、うん、はい、あの香港の方々がその助けを必要としているっていうことがこうメッセージとしてあからさまに分かっているのに、見て見ぬふりはできない、うん、でそれは人として、日本人として、信仰者として知らないふりができないって思って、うん、で自分にできるのは音楽で、音楽の力で支えて勇気づけることができたら嬉しいなと思って作りました。はい、ということでまずはでは皆さんにその曲をお聴きいただきたいと思います。コウタさんご自身の、言葉で、曲紹介をお願いします。はい、名もなきリトルバード聴いてください。名もなきLittle bird, you come, 翼広げ立ち上がれ、光は今あなた傷つけ。コウタさんの名もなきリトルバードをお聞きしながらお話を伺っています。コウタさんならではの応援ソングだなと思ったんですが、はい、リスナーの皆さんにこの曲に込めた思い、ぜひ教えてください。そうですね、サビの歌詞が、憎しみではなく愛のために、悲しみではなく夢のためにっていう歌詞なんですけれども、はい、これは何のための戦いなのか、その相手に対して憎しみを持たないっていうことの難しさっていうのを想像した上で、それでも心を憎しみに染めるわけにはいかないんだっていう心の筋肉みたいなもので、歌うことで彼らの心が憎しみに染まらないようにくさびを打ち込むっていうようなことができたらいいなと思って、で私は幸福の科学の信仰者ですので、天正輪廻の
真実っていうのを教わっています。で本当に最悪のことを考えて、まあ不謹慎かもしれないんですけれども、最悪未来のその天性を守るっていう憎しみのカルマを残さないための言葉を作らなきゃいけないっていうふうに思って、でこの歌詞にしてます。正義のために戦うその彼らの肉体生命への応援ではなく、はい、本当に霊的人生観に基づいた魂そのものへの応援メッセージ、応援ソングだったっていう、はい、なるほど、うん、まあ、私もね、あの YouTube チャンネルのザ・ファクトで拝見したのが最初だったんですけれども、はい、あのこの小田さんの名もなきリトルバード、はい、あの、まあ、戦う彼らの姿と、うん、日本の人たち助けてくださいとかね、あの、うんうん、こう書いて出す姿とか、はい、まあ、事実の凄さに対してぶつける歌のこの難しさっていうんでしょうかね、今不謹慎かもしれないけどってあえておっしゃった、それでもこうあの魂を込めて、はい、霊的真実も含めて届けたい応援メッセージ、応援ソングだということが、はい、よくわかりました。はい、そうですね。で自由を勝ち取るために香港っていう場所を選んで生まれてきた彼らをあの応援したいっていう心から応援しています。ね、あのまだ解決したわけではない、本当に今動いている、そうですね、その女性の中で、うん、これはまだ一人でも多くのその香港の渦中にある人だけではなくて、はい、あの日本人で共有したい歌ですしね、はい、うん、あの世界中の人と共有してあの届けたい歌だなと思いました。さてそんな幸太さんですが、この週末はニュースタープロダクションのあのファン感謝イベントにもご出演ということで。そうなんです、はい、ちょうど今日ですね。はい、はいね、この後午後ですね。そうです、はいはい、スペシャル、はい、ライブ、スペシャルライブあります。2月8日この9日今週末行われているニュースタープロダクションのファン感謝イベント、はい、そちらの詳しいことはニュースタープロダクションのホームページご覧ください。まだ間に合うものもあると思います、はい、間に合います、はい、ありがとうございます。幸太さんのスペシャルライブもあります。そしてこの名もなきリトルバードについては YouTube チャンネルザ・ファクトでチェックしてください、はい、今日は幸太さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。一年の始まりの時期でもある今、勉強や仕事で今年はもう一段飛躍したいなんて前向きな気持ちになっている人も多いでしょう。天使のモーニングコール、今週お送りするのは皆さんのそんな向上を願う気持ちを応援するテーマです。幸福の科学大川隆法総裁が毎年この時期に送る法シリーズの最新刊知恵の法から第4章に収録された法は異次元発想法をご紹介します。ある方にとっては今年1年ますます知恵に磨きをかけていくきっかけに、またある方にとっては自分自身のこれまで開いていなかった新しい扉を開くきっかけになるかもしれません。ぜひそんな期待を胸に聞いていただきたいなと思います。題してあなたを変える異次元発想法。この異次元発想法という言葉、耳慣れない不思議な響きがありますよね。第4章のサブタイトルにはこの世を超えた発想を得るにはとあります。宗教的な観点から説かれる発想法とは一体どういうものなんでしょうか。皆さんはどんなイメージを持ってらっしゃいますか。この世を超えた世界からの導きやインスピレーションを得て問題が解決したり成功への道が開けていく、そんなイメージを持った人もいらっしゃると思います。でもその方法はというと、何もなしに天からすべてが降ってくるということはあまりないのだといいます。知恵の法第4章異次元発想法、こう説かれています。
天上界には数多くの指導霊がいます。しかしそうした指導霊が皆さんにそれ相応のアドバイスを与え指導するためにはやはり何らかの条件が必要になってきます。つまり何もなしで天からすべてが降ってくるようなことはあまりないわけです。これはまことに不思議なことながら異次元からのパワーがなければできないような状況では異次元からのパワーが降りてこないのに異次元からのパワーなどなくても自分でできる状態になっていると異次元からのパワーが押し寄せてくるのです。たとえそういうものがなくてもできるように努力しているとそれに対し押しかけなんとか風にいろいろな指導が始まります。ところが指導がないととてもではないが何もできないというような状態では意外にそれは望んでこないものなのです。したがって異次元からのパワーを引くにあたっても縁起の理法という原因結果の法則が働いているのです。異次元発想の前提には番組でいつもお伝えしている霊的世界観があります。人間の本質は魂であり本来の世界であるあの世の世界から肉体に宿って地上へ生まれ人生を過ごす中で魂を磨き鍛えるという目的を果たしまたあの世へと帰っていくそうした天正輪廻を繰り返しているというのが私たちの霊的な姿です。あの世霊界と言われる世界はこの世を包み込む形でさまざまな次元に分かれた広大な世界そしてそこには数多くの指導霊が存在しています。彼らは私たちが神様仏様の心にかなう方向で幸福になっていくことを願っていて時に本人の思いつきやひらめきという形で導きやインスピレーションを与えてくれているといいます。目に見えない世界には私たちを応援してくれている存在がたくさんいる、そう考えるとなんだか心強く感じませんか。異次元発想法をつかむためにはこうした大きな世界観の中に生きている自分というものを知ることが大前提と言えるでしょう。ただ今朗読した中にあったように天上界の指導霊からアドバイスを受け取るには条件があります。それは地上にいる人間が本人の力ですでに天の助力がなくともできる状態にまでなっていること。霊的世界観が大前提にありながらもあくまで生きている人間の自助努力の姿勢が求められるということに意外さを感じられた方も多いかもしれません。実はこれは縁起の理法という原因結果の法則が働いていることを意味しているんです。縁起の理法とはすべての物事は原因とそれに応じた結果によって成り立っているという法則のことです。つまり、蒔いた種次第で
果実の実りは変わってくるということ。異次元発想という果実を得るためにも、種、原因となる地上に生きている人間側の準備として整えておくべき条件があるということなんですね。また地上人生の目的の一つが魂を磨く修行にあるからこそ、本人の努力が求められるということが言えるでしょう。ではここからは、そんな異次元発想を得るための前提条件をいくつかご紹介していきます。まずはこちらです。前提として皆さんはまずよく考える人でなければいけません。やはり常に考える人でなければならないでしょう。その考えるということについて、ああ自分は今考えているんだということが自覚的にわかるところまで行くには、ある程度の人間形成、本人の努力がいります。知的努力、あるいは心を練る時間といったものが必要になるのです。気がついたらいつも自分は考え事をしているというような状態に持っていくには、まずは思考訓練がいりますが、そのためには思考の種、材料となるものもいります。つまり思考訓練と思考材料が必要になるわけです。異次元発想を得るための前提条件として、よく考える人、常に考える人でなければならないということが説かれました。皆さんはよく考える人ですか？例えば一日中漫然と思いを巡らせているということはあっても、何かしら目的を持って考えるという作業をしているかというと、意外にちゃんと考えていないものかなという発見があるかもしれませんね。この考えることを習慣化するために、まずは常に問題意識を持って一日を過ごすということから始めてみてもいいかもしれません。焦らずできる範囲の心がけを継続していく中で、確実に習慣となって身についてくるでしょう。さらに異次元発想を得るための前提条件として、この世的な努力を続けることの大切さが説かれています。三次元的な、この世的な意味での努力を怠った者には、良質のインスピレーションは与えられないということを知っておいた方が良いでしょう。日頃から練習を積んで積んで積んで、やってやって、できるだけのことを限界までやったと本人が主観的に思っているその努力は、果たして天上界から見たらどうかというように見られています。したがって天上界の霊人が、この人にしては限界いっぱいまでやったな、このあたりで一つ奇跡を出してもよいだろうと
と思った時に奇跡が起きたりするのです。そのためにはもちろん日頃からの厳しい鍛錬に耐え抜き、さらにそういうものを受けるだけの器ができていることが前提になります。つまり一定の器を作るところについては自分で努力しなければいけないのです。はじめにもお伝えしたように、異次元発想法は棚からぼた餅のように得られるものではなく、地上の人間の側で前提条件が整った時に初めて与えられるもの。つまり異次元発想を得るためには日頃から今持っている自分の力でそうした天の助力が得られるだけの器を作っていく必要があるということです。器ができていると言えるためには、実際に思いつきやひらめきが与えられた時、それを十分に使い切るだけの実力が備わっているということも重要な要素の一つかもしれません。天上界からすれば、そのアイデアや発想を使いこなせない状態の人にインスピレーションを送っても仕方がありませんものね。そのためにも常に考える習慣を作ろうと努めること、この世的な努力を続けていくことが大切だと言えるでしょう。知恵の方にはさらに異次元発想法において心に持っておくべき重要な点が説かれています。客観的に見ても自分は頭脳訓練がされているという状態を持っておくことは大事だと思います。ただそういう頭脳訓練をあまりにもしすぎた人は、普通霊感がないタイプの無神論者、唯物論者になるケースも多いので、ここは気をつけなければいけないところです。したがってそうしたいろいろな知的ベースを耕すことを厭わずにやらなければいけないと同時に、信仰心を持ち大いなる力に対する信仰を忘れないという立場も堅持することが大切なことでしょう。そうした習慣化したこの世的な努力をコツコツと続けながら、大いなる力に帰依し、そうしたものと一体になろうとする信仰心を持っていることが大事なのです。あなたを変える異次元発想法と題してお送りしています。忘れてはいけないのは、異次元発想と言えるほど大きな力を得る大前提には霊的世界観があるということ。この世を超えた未知なる世界に対して謙虚に信じるという行為は、決して私たちを盲目にするのではなく、私たちの今生きている世界を超えたところにある無限の可能性を開いてくれるものです。ぜひそれを実感していただきたいと思います。ここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。
ポジティブであること、やっぱり、発想を豊かにするためには、できないできないということから入っていったんでやっぱりダメで、基本的には何とかしてできないかということを考える癖を持っていくことは大事で、まずダメですという癖じゃなくて、何かで何とかしてできないだろうかというように考えていく、ポジティブに考えていく思考が大事で、ネガティブ思考が自分の中に強いと思う方はどうかちょっと改めていただきたいと思う。ネガティブだと発想が湧きません、全然湧かなくなるので、ポジティブに物事を考えていく、肯定的に考えていて、何か積極的に建設的にいいことができないかどうかを考えていく。それは潰されることがあります。他の人に拒否されたり潰されたりすることがあるけど、それで簡単にめげてしまわないことが大事で、やっぱりそうしたポジティブな思想を持ちながらやり続けることが大事ですね。だから球を打ち続けているうちに当たるんですよ。このうちに一発では当たらないかもしれないけど、2発3発4発5発10発20発100発打てて、これで逃げられるもんなら逃げてみろっていうぐらい、アイデア打ち落とすぐらいのつもりでやっぱりやらないといけないんですね。そこで簡単にめげてしまわないことが大事で、ネバーギブアップの精神は大事です。ですからそうしたネガティブなもので打ち落とされた経験を早めにお忘れになられて、また心を入れ替えてもう一回やってみようかという気持ちにできるだけ早く立ち直る人がやっぱり道が開けて、いい考え方が次々と出続けるということになると思います。お聞きいただいた説法は書籍知恵の法に収められています。異次元発想どころか最初からできないと諦めがちな人がいたとしたら、ぜひポジティブ思考を持ってください。それを支えるものは、自分は仏が作られた仏の子なんだと信じる心、Be ポジティブの姿勢を諦めず継続する力に変えて、今年一年を実りある飛躍の年にしてください。天使のモーニングコール、今日は月刊幸福の科学に連載されている心の指針をお送りします。心の指針は家庭で、職場で、学校で、私たちの人生を大きく飛躍させる知恵、悩み解決のヒントが示されている大川隆法総裁書き下ろしの詩編です。月刊幸福の科学6月号の心の指針、タイトルは成功するまでやり続けよ。早速朗読します。成功するまでやり続けよ。人生に失敗はつきものだ。失敗の功徳を肯定しすぎてはいけないが、人間の成長にとって失敗も貴重な機会ではあるだろう。失敗を節目としてさらに伸びていけるかどうか、そこに人間の進化が現れてくる。あまり早々と自分を見限り、ふてくされて世をすねて生きる者はそれだけの人間だ。結局は失敗を自分のせいにはしたくない気持ちで漂流しているのだ。人が慰めてくれても、その慰めも一時的なもので終わり、欲求不満は続くだろう。努力し続けない限り、失敗したことを取り返すことはできない。しかし努力をし続ける限り、その人は成功の道を歩んでいると言える。大切なことは成功するまで
諦めずにやり続けることだ。今月の心の指針、成功するまでやり続けよをお聞きになって、うんうんとうなずいていらっしゃる方も多いと思います。今日はこの詩編を皆さんとゆっくり味わってみたいと思います。冒頭にはこうありました。人生に失敗はつきものだ。失敗の功徳を肯定しすぎてはいけないが、人間の成長にとって失敗も貴重な機会ではあるだろう。失敗を節目としてさらに伸びていけるかどうか、そこに人間の進化が現れてくる。人生に失敗はつきものだとありました。何かに失敗した時というのは、多くの人は苦い気持ちになるでしょう。まさに今失敗の最中にあって、歯を食いしばっている人や、くじけて諦めようとしている人もいるかもしれません。しかしそれは人間が成長するための貴重な機会、そういうことなんだと思ってください。失敗によって受けたダメージは一旦横に置いて、まずそのことを確認してほしいと思います。さらに心の指針はこのように続きます。あまり早々と自分を見限り、ふてくされて世を拗ねて生きる者はそれだけの人間だ。結局は失敗を自分のせいにはしたくない気持ちで漂流しているのだ。人が慰めてくれても、その慰めも一時的なもので終わり、欲求不満は続くだろう。失敗した時に、これは失敗だったと受け入れるのは、ある意味勇気がいることですよね。しかし自分をそこで見限ったり、失敗を誰かのせいにしたりしているうちは、失敗という傷というか苦みをいつまでも味わい続けることになりかねません。またそのことを本人が実は一番感じている、分かっていることではないでしょうか。失敗の苦みを克服するには一体何が必要なのか、続きを朗読します。努力し続けない限り、失敗したことを取り返すことはできない。しかし努力をし続ける限り、その人は成功の道を歩んでいると言える。大切なことは、成功するまで諦めずにやり続けることだ。努力し続けない限り、失敗したことを取り返すことはできない。努力をし続ける限り、その人は成功の道を歩んでいると言える。このように力強く言い切られています。中にはすぐに結果が出ないなら、努力なんて面倒くさくてできないと思いがちな人もいるかもしれません。でもどんなに失敗をしても絶対に諦めない、すべての失敗を成長の糧にして努力をし続けていくという人には、天も道を開かざるを得ないのではないでしょうか。
失敗をものともせずに道を開いた偉人がいます。皆さんご存知の発明王トーマス・エジソンです。エジソンは電球を発明する際千数百回の失敗をしました。しかしそれは失敗ではなく、その方法では成功しないということを確認したに過ぎない。したがってそれ以外の方法での成功はあり得るということだと述べたと言われています。またある時エジソンの研究所が火事に遭ってしまったことがあります。その時彼は灰になった自分の研究所を見て、よかった、これでもう一度やり直せると語ったそうです。エジソンはその生涯において電球、レコードプレイヤーなど1300もの発明を残しました。失敗の持つダメージよりも次につながる何かを見出そうとする超積極的なこの態度、ここに凡人との違いが感じられます。そして私たち普通の人もエジソンのような考え方を取り入れることはできるはずです。とはいえ頑張ったことが水の泡になった時落ち込むなという方が無理じゃないかと感じる人もあるかもしれません。そんな人には復元力という言葉を知っていただきたいと思います。人生には失敗したり叩きのめされたり打ちのめされたりすることもあります。また日本人全体の特徴として出る杭は打たれます。そして誰であろうと打ち込まれたら沈みます。それは失敗する、挫折する、人の評価が下がるということでもあります。しかしそこから復元してくる、もう一度立ち上がってくるという復元力を持つことが大事なのです。批判されても良いのではないでしょうか。あまり人に褒められることばかりを考えないことです。復元力とはどれだけ早く立ち直れるかということです。めげてもめげてもまたすぐ元気になり、明朗活達というか明るい気持ちになってくる力です。書籍ストロングマインドから朗読しました。どんな人であっても失敗して打ちのめされることはあると思います。その時はもう辛くて立ち直れないと感じるかもしれません。けれども不思議なことにしばらくするとまた力が満ちてきます。なぜなら私たちには復元力があるからです。それは諦めない力と言ってもいいかもしれません。自分の中にこの復元力があることを知ったなら、どんな困難に見えることが起こっても敗北することはないと思います。失敗はすべて魂を磨くための節である、そう信じて努力を続けた人たちのおかげで人類は進歩し、今日の私たちの人生があるのだとも感じられます。ではここで
大川隆法総裁の説法をお聞きください。人生何事ももちろん成功したり勝利したりしたら嬉しいのは嬉しいんですけれども、客観情勢としてですね、一生を通じて成功し続ける勝ち続けるということなかなかできることではないんですね。で、それだけ腕を上げてくるとそれなりにまた難しい課題が出てくるのが普通でしてね、成功を続ける人はもっと高い目標を持ちがちであるしね、勝つ人はまたもっと強い相手を求めてきたりしましてですね、どっかでこの挫折するまでみんなやはり、やめないでいくものですけれども、どっかでやはり壁には当たりますね、そういうことがある。で、小さくは個人一個人から大きくは国家のレベルまでですね、この挫折という問題は あると思うんですね。そしてこれは単なる善悪の悪ではないということも知ってなきゃいけない。このように表面的には、成功は善ね、失敗は悪というふうな考え方されがちではあるんですけれども、深い真理の目から見たらですね、必ずしもそうは言い切れないところがありますよということですね。経験や知識によって、単なる失敗が失敗でなくなる知恵に変わっていく面はかなりあるんですね。だからそういう目を見落としたらですね、人生の意義というものをかなり失われるという感じがしますね。そもそもがこの世は仮の世の世界と言われてるでしょ、宗教においてはね。実相の世界はあの世の世界で、この世に来てるというのは外国旅行に来てるようなもんなんだと、一時の旅なんですね、ふるさと離れて外国旅行に来て旅してるのがこの世なんだと。だから、旅行の途中でいろいろ失敗はするけれども、それはやっぱり本来の世界ではないんだと。だからいろんな経験を積むためにこの世に生まれてくるんだから、それは失敗や挫折もですね、その中には経験のうちに入っているんで、それで終わりにならないんだということですね。それは知恵として残るんだということを繰り返し私も皆さんにお伝えしている通りですね。だからより、なんて言いますかね、実りの多い人生を目指すべきであってですね、だから成功体験も失敗体験もその実りと人生の実りという観点から見たときにですね、なかなか得るものは両方ともあるのではないかなと思うんですね。私もいろんなことを経験してきましたけども、若い頃にその宗教家になると思っていなかったためにですね、自分の人生の描いた記憶と違う道にいろいろ移ってきたんですけども、分からないからいいこともあるんだというふうに思った方がいいですよ。で、分からないからいいことがある。ただ自分の目の前に現れてくる、一生懸命精進してるんだけど目の前に現れてくる成功や失敗の中にですね、天意を読み取っていくと、天の意志がどの辺にあるのかということをじっと読み取っていくということですね。自分の計らい心だけでは全部分からない、自我だけではとても分からない。その中にどういう天意があるのか、天は何を自分に教えようとしているのかということを、そこから謙虚に学んで感じ取っていく力が必要。そして最後はやっぱり生かされる自分ですね。この自分が一番生かされるのが最高なんだということで、自分に合った立場あるいは職業ですね、あるいは生き方で生かされるのが最高なんだと。人と人の立場と入れ替わることが幸福になるわけじゃない。自分としての最高の生き方っていうのはやっぱり自分が一番生かされる、天意によっても生かされ、自分の才能や精進によっても生かされる道が一番最高なんだと。だから人の価値観尺度で振り回されてはいけないよと。周りの人がいくら言ってもですね、聞かなきゃいけない面もあるけど聞いてはいけない面もありますよと、ね、それを一つ一本筋を通していくと、一本筋を通していく生き方も大事なんですよということですね。お聞きいただいた説法は書籍勇気の法に収められています。今月の心の指針、成功するまでやり続けよ。私自身もすぐに諦めてしまうたちなので、とっても深く受け止めながら読みました。失敗との向き合い方として、諦めない、努力し続けるという態度を学び、また人間には復元力があることもお伝えしました。私は今日の放送を通して学んだことは次のことです。
仏は失敗の中にさえ深い愛、粋な計らいを加えてくださっているんだということ、ここに成功に込められた爽やかな美味しいだけの味とは違う失敗の苦味という妙味を感じられるということです。そしてこの妙味を感じるには仏の愛を信じることが鍵である、そんなことを感じながら読ませていただきました。皆さん、最近経験したここ一番はどんな時でしょうか。志望校や就職先での試験、人前でのプレゼン、新たな仕事のスタート、大きな問題の解決、プレッシャーがのしかかる中、踏ん張るのは心身ともに力量がいるものです。ああ神様助けてください、そんな神頼みもしたくなることあるんじゃないでしょうか。仏法真理ではそうした他力は実際にあると言われています。ただ他力が望みやすい人と望みにくい人がいるとも、その違い知りたくありませんか。今日の天使のモーニングコールはズバリ、他力が望む生き方とは。まず他力とは何なのか、大川隆法総裁の書籍繁栄の法則創造の法から学んでみましょう。皆さんが真に繁栄していくために必要な力があります。それは高級霊たちの力です。人間は各人が一名自分の守護霊というものを持っています。これは地上に生きている人たちを守り善導するために仏がつけている魂の教師であり、自分の魂の片割れです。また指導霊という優れた能力を持つ霊たちも存在します。インスピレーションの本質はほとんどの場合守護指導霊による導きです。彼らは物事の先が見えたり結論が見えたりすることがありますが、この世の人間の努力修行というものを非常に大事にしています。この世の人間がけなげに努力していると彼らは良いアドバイスをしてくれます。他力とは霊天上界にいる高級霊たちの力のこと。守護霊は自分自身の魂の兄弟の一人、また特別に優れた能力を持つ指導霊たちの力が望む場合もあるということです。皆さんもこんなことありませんか。自分にはこんな力があったのか、いつもの自分の力や考えじゃないみたいだとか、なんだか冴えた自分に出会ったこと、そんな時は他力が望んでいるかもしれません。またもうこれまでかと思うような時でも他力が望むと、どこからともなく力が湧いてきて、自分や周りの人の人生を
好転させていくことができるようになったり、また他力にはこんな現れ方もあるのではないでしょうか。書籍幸福の原点上昇思考にはこのように説かれています。皆さんの人生が開けるときには必ず奇人、尊い人との出会いがあるのではないでしょうか。皆さんにチャンスをもたらしてくれる人との出会いがあるのではないでしょうか。人生に勝利していくためには皆さんを幸運、幸福に導く方との出会いを大切にしなければいけないのです。ある人がある時に運命の鍵を握る人になることがあります。その時にそのアドバイスなり意見なりを汲み取ってしっかりとした方向に歩むかどうかが大事なことなのです。自分を導いてくれる人との出会いを大切にしたいという気持ちだけは忘れてはいけません。人生の中で時折訪れる自分の運命を幸福に導いてくれるような人との出会い、道を進む上での指針をくれるメンターのような人のこともあれば、自分を支え理解し励ましてくれる人、足らざる部分を補ってくれる人、また憧れのような存在、こうした人と巡り会える奇跡もまた他力と言ってよいかもしれません。天の助力や人との出会い、こうした導き、他力を得るにはどんな心がけが必要なのでしょうか。書籍奇跡の法にはこうあります。この世の人間が努力をしていると、あの世からも救いの手が差し伸べられます。これは禅でいう卒託童子です。卵からヒナが帰るときに、ヒナは殻の内側からコンコンとつついて自分の居場所を教え、親鳥はそこを外からくちばしでつつきます。ヒナが出てこようとする努力と親鳥が殻をつつく力とが一致して、卵の殻が割れヒナが帰るのです。これが禅の本質です。人間が自助努力をしているとき、同時にそれを超えた大いなる他力もまた救いの手を差し伸べているのです。大きな慈悲がいつも望んでいることを忘れずに、その慈悲と手を結ぶような自助努力をしていくことが大切です。努力そのものが自我力のようになってしまってはいけません。目に見えない世界からの支援を感じつつ、その応援を得られる自分、助力に見合うような自分を日頃から作っておくこと、この心構えが大事です。そうすれば必ず
ここぞの時に他力はあなたに味方するはずです。日頃からの自分作りや力を磨いていくことと霊天上界の力が望むことといえば、大川総裁その人です。総裁自身もまた自らの姿でそれを示しています。これまでに3000回を超える説法をされていますが、最初の座談会の時からノートや原稿用紙やメモがなく、何も考えないで演台に立てと支援霊たちから言われていたそうです。これは鋼鉄の法にも書かれてあることなんですが、立てば自然と言葉が出てくる、それさえ信じることができなければ宗教家としては非常に情けない状態であると言われたそうです。神々の言葉が望むという最大の奇跡を続けられているのは、総裁自身も日頃からそれだけの努力を重ねていらっしゃるからだと思います。今日は他力が望む生き方とはと題してお送りしています。ではここでその大川総裁の説法をお聞きください。各人がこの世に生まれた修行の目的から考えれば、自助努力は必要です。創意工夫知恵を絞ることは非常に大事です。しかしまた同時にそれを助けようとする力も働いているんだということを忘れてはいけない。しかし助けようとする力が働いているから自分は何もしないでいいんだというような甘やかし心でもっては、またその高級霊の波動も近寄ってこなくなる。天は自ら助くるものを助くと言いますね。その通りなんだということですね。自助努力セルフヘルプの精神を持っている人こそ助けたいんです。手助けしたいんです。そういう人がやはり指導者になるべき人だから、そういう人が多くの人々に幸福を分配していく人だから、そういう人が多くの人々を成功させていく人だから、だからそういう人にこそ天は手を差し伸べていくんですね。まあ、その辺を忘れないでいただきたいと思います。そしてね、自助努力創意工夫をしている中にもですね、他力は望んでいるんだということですね。本人が努力すればするほどですね、インスピレーションというのは湧いていくんですよ。このインスピレーションというのはかなりですね、他力的なものがあります。ですからこの世で初めて企業を作るような人、新しいアイデアを出すような人、いろんな成功をする人、正しい判断をしてですね、良い方向に会社でも役所でも何でもそうですが導いていくような人っていうのは、適当な時にですね、良いインスピレーションを置いてるんですね。適切な時にズバッと降りてるんですね。自分の頭脳で考えたように見えてて、その実そうでないんです。その時にですね、必要な時にその人に分かるアドバイスを置いてくるんですね。霊的に置いてくる。しかしこちらを受け止めるその力がないと分からない。それはそうですね。高等数学勉強していない人にですね、高等数学をやった指導霊が霊児殺しだったら、それは無理でしょう。受け取ることは不可能ですね。ただ、数学の勉強をして数学者になりたいなと思っているような人がやってやって考えて考えて考えてしていると、ある時インスピレーションを望んでいく。これはあり得ることですね。だから受け取るだけの器を作る努力は必要。そういう継続する努力の中によくインスピレーションが起きる、降りてくる。経営者でもそうですね。もう夜も眠れず考えて考えて勉強して勉強して、何かないか、どうしたらいいんだ、分からない、何が最高のやり方なのか、常に考えて、こういう常に考えて考えてしていると、適当な時にその人の悟りが高まった時にですね、啓示が望んでくるんですね。それを逃さず使う。しかしそれを感謝して、さらにまた努力精進する。この繰り返しが成功を生んでいくんですね。ですから私の考えている繁栄というのにはですね、この自助努力とですね、天上界の偉大なる他力とのですね、協力ですね、一致協力した仏国土建設という、そういう願いがこもっているんですね。お聞きいただいた説法は書籍奇跡の法に収められています。他力が望む生き方とはと題してお送りしてきた天使のモーニングコール、いわゆる他力本願のことかなと期待していた皆さん、結局
努力の必要性についてのお話でした。昨今何かにぶら下がって生きようとする人々の思いも増えてるような気がしてなりません。神が作られた人間の尊厳を思うとき、そういう思想には正しさはないなと思います。ぜひこの春、真の幸福や成功に向けて自分作り励んでみませんか。天使のモーニングコール、この時間はオンザソファーです。春のお彼岸の時期でもあります。ご先祖や先に旅立った愛する人に手を合わせに行くという人もいらっしゃると思います。今日はですね、個人への供養ですとか、葬儀の意味などについてもお話を出家者の方に伺おうと思ってお迎えしました。生者活動推進局来世幸福事業担当の山本勝孝さんです。山本さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。おはようございます。はい、お願いします。幸福の科学のご葬儀、はい、起点式、はい、天国に帰ると書いて起点式、はい、私自身も家族をそれで送り出したこともありますけども、はい、起点式のそもそもの仏法心理的意味教えてください。はい、この起点式というのはですね、字の通りですね、天に帰る儀式というふうに書きます。はい、まあ、一般的にはこの死というものは永遠の別れの意味合いが強いかと思いますけども、まあ、幸福の科学の教えでは人間は永遠の魂を持って天上輪廻を繰り返している存在です。この起点式は今世の人生を無事に終えられて、そしてあの世への入学式としての位置づけがございます。そしてこの起点式、非常に個人への感謝に満ち溢れた温かい儀式でございます。私もこの起点式よく参加させていただいて思うんですけども、お一人お一人の人生がやはり一人で生きているんではなくて、多くの方に生かされている、また愛されている一人一人の人生には深い意味があるなということを、まあ、参加者全員がこう感じさせていただけるような、まあ、そういう深い儀式になっているかと思います。幸福の科学のこの起点式というのは他の宗教とこうすごくこう違いがあるとすればどんなところでしょうかね。はい、幸福の科学のこの起点式、まあ、同志はもちろん幸福の科学で修行を積んだ創職者が担当いたします。あの世に対する知識もしっかりとした上で引導を渡します。うん、そしてこの起点式で使われる昇進保護というお経がありますけども、はい、この経文の中身が非常に分かりやすくて、他宗の方であってもですね、参加されて仏教はこういうことを教えていたのかと、素晴らしいなということで、まあ、感動される方も非常にいらっしゃいます。はい、この昇進保護というのは、幸福の科学に入信した方にいただける経文のことなんですけど、はい、葬儀ではね、参列者全員にこう配られて、そうですね、お祝いするっていうね、はい、ものです。はい、この昇進保護を読まれてですね、他宗の方であっても自分の葬儀は幸福の科学でやってほしいと、まあ、そのように申し出られる方も数多く増えております。まあ、葬儀と言いますと暗い寂しいイメージが強いかと思うんですけども、うん、この幸福の科学の葬儀ではお亡くなりになった方がご参列の方に、感謝の思いですとか、これから頑張ってねっていうような明るい笑顔で、うん、むしろ励ましてくださるようなそういうメッセージをお受けになる方が非常に多いのも、すごく霊的な体験、そうですね、はい、非常にこういう声をよく聞きます。また同志の説法の中でも、死は永遠の別れではないというところに対してしっかりと、ご参列になった方にも霊的人生観を説きます。またお亡くなりになった方にも引導を渡す意味合いとして、これから霊界でどのような世界が続いていくのか、そうしたこともきっちりとお話しくださいます。まあ、そういう意味で今世、人生を終えられた個人ではありますけども、これからもまた人生が続いていくという実感を、まあ、参列者全員が持てる、まあ、そういう意味でお別れではあるんですけども、お別れではなくて頑張ってねっていうようなですね、励まして送り出すような、そうした思いで皆さん、ご参列されるではないかなと思います。まあ、そういう中で一般的な愛別陸のですね、悲しみの中ではあるんですけども、どこか爽やかで非常に明るく執着のないお葬儀になっております。
起点式について詳しくお知りになりたい方はですね、来世幸福セレモニー、こちらのサイトをぜひご覧ください。幸福の科学の葬儀起点式を運営されているその感謝です。であとはあの全国の支部や商社で、はい、春のお彼岸、それから秋もそうですけどね、はい、あの供養大祭があるということです。はい、こちらについては商社へ行こうで、検索して各商社のスケジュール表ですね、これにアクセスしてみてください。それぞれの商社での供養大祭のスケジュールが出てると思います。幸福の科学の起点式についてもお話伺ってきました。3月11日は東日本大震災から9年ということで、今週末3月14日は仙台で大川隆法総裁も光を選び取れという演題でご講演。幸福の科学の来世幸福事業担当の山本勝孝さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。今回のおすすめ書籍はこちらです。購入に関しては画面右上または概要欄をクリック。興味がある方はお近くの幸福の科学の支部商社にお気軽にお越しください。その際に天使のモーニングコールを聞きましたとお伝えください。チャンネル登録、高評価もどうぞよろしくお願いいたします。